150万サイト。おお、東大ゼロの回答。ゼロの回答ってあるんですか。京都大学の入試問題の整数のすごい単純な問題を挙げたら、はい、突然なんか登録者が1日100人のペースぐらい。Hello there! 始まりました、モンチェスチャンネルです。今回はですね、大物教育系 YouTuber、YouTuber って言っちゃった。YouTuber。162センチしかないですよ。身長そうですね。小物です。鈴木貫太郎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。お呼びいただきまして。お呼びいただきありがとうございます。いやいや、このもう数学界の。何それ数学界、巨人、巨匠。だから162センチしかないって言うんじゃないか。162センチの巨人、はい、53歳です。お、すごい。YouTube 始めたのは52歳かな。そうなんですね。2017年の7月に別にそもそも YouTube っていう存在もすごくよく知らない。何気なく始めたって。あ、そうなんですね。はい、ぜひですね、数学好きな方はですね、さまざまな解説動画がですね上がっておりますのでですね、コメント欄に貼ってありますのでぜひ、はい、ぜひチャンネル登録。今はもう毎朝大体大学入試の問題一問解説っていうのが、常なんですけど、はい、ご飯回答とか別回をこうコメントに書いてくれる、はい、その別回コメントを見に来る人もいる。ほう、あ、なるほどなるほど。俺の動画なんかどうでもいいからそのできる人のコメントの別回を見に来るっていう人もいますよ。じゃあ、オイラーの公式、はい、中学生の知識で理解しようっていうシリーズが、はい、こう根強く、はい、もう今でもじわじわ再生されてるんで、であと、そう、講義系の動画では多分日本で唯一、150万再生の、はい、東大入試問題がありますね。150万再生、それは今でも毎月6万再生ぐらい。へぇ、すごいですね。いや、それは、それを見てください。はい、ぜひぜひですね、はい、チェックしてみてください。YouTube 始めるきっかけは何だったの？ロンドンに行ったのが2010年か。はいはい。その主婦だから、はい、息子の学校ってないとアメリカンスクール、はいはいはい、ロンドンだけど、いわゆるインターナショナルスクール、はいはい、なんで、まあ、日本人も、まあ、20家庭ぐらいのかな、はいはい、そうするとママ会、はいはい、ママ会があるんで、それは当然ママ会に行ったわけですね。いや、もちろん、まあ、行くとかも毎回必ず参加してるんで、でそしたら、まあ、私はもともと塾講師だったんで、もともと塾講師ってことがバレてバレたで、じゃあうちの息子の家庭教師やってくださいっていうのが3件ぐらい舞い込んで、で当時は中学3年が終わったばっかりの高校1年生の3人受け持って、はい、受け持つか教えて、でだから当然だから英語の教科書の数学、はい、まあ、英語私できないんですけど、はい、数学の用語だったらなんとなく図とか式見てれば分かるんで教えてて、でアメリカンスクールの教科書は、E とか自然対数とか、はい、積の微分とかってこう、はい、日本でいう数三の内容がもう高校2年の後半ぐらいからバンバン入ってきて、ね、これをじゃあちょっと勉強しなきゃってんで、はいはい、でまあ一生懸命そこから数三を勉強し始めて、はい、でそこで出てきたのが E っていう、はい、さっきオイラーの公式っていうのに大事な E っていう数字なんですけど、ご存知ですか？いや全然知らないですね。いい数字なのか悪い数字なのか。いや、いい数字なんですけどE っていうものが出てきて、で私は E 見て全然分かんなかったんですよ、はいはい、そもそも定義が、はいはい、で定義を分かるためにこう日本から取り寄せたおー青茶とか見ても全然分かんないんですよ、はいはいはい、でちょっとした知り合いがロンドンに遊びに来た時に、はい、その人慶応の医学部の優秀な、はい、超優秀な人だったんですけど、なんでちょっと聞いてみようと思って、はい、本当に純粋に知りたくて、はいはい、E って何って言ったら、はい、E は E だよえだって E って E の X 乗っていう関数は微分しても E の X 乗っていう変わらないんですけど、えそれ何でしたら、いやそういうもんだからだよえいや何理由を分からずずっと受験の時はそのそうだよ、そんなんじゃ私納得いかないタイプなんで、でそこで一生懸命、いろんな本を取り寄せて勉強して、でやっとまあなんとか結構な時間かかって理解できて、はいはい、でさっき言ったオイラーの公式っていうのはE の iπ 乗がマイナス1になるっていうすごい不思議な、どうかスロベニアに移ったんですけど、はい、すごいですねロンでそこで妻のでやっとだからその頃にやっと E の iπ 乗がマイナス1っていうのが理解できたんです自分の中で、はい、やっとで
妻の職場に東大分散出身の人がいて、はいはい、でまあ、海外なんで結構狭いしちゃうから、日本人だから、ね、結構家に来て飲んだりとか、うん、私が料理振る舞ったりとか、はいはい、そうですね、料理すごい振る舞ったりするして、はい、でその東大分散出身の人と話してて、もうそういう人もやっぱり文系だから数理までしかやってなかったんで、はいはい、じゃあそのオイラーの公式 E の i π 以上イコールマイナス1を1対1で知らない人にどれぐらい時間かかるか試してみましょうということで、知らない人に教えてみたわけですね。でそしたらその人にマンツーマンで3時間半でなんとかその人に迎えに行ったその人はもともと東大だから、あのいくら忘れてとはいえ、あの基本的な公式がこうやって説明すればすぐパッと理解できて、で3時間半で理解できたんで、で、ああそうか、でその後ちょっと私息子の高校受験の関係で帰国して、はいはい、でまあ息子の受験も無事終わって、でまあ妻単身赴任中で、はいはい、暇でやることないから、なるほど、はいはい、じゃあちょっとせっかくその教えたオイラーの公式3時間半で教えたやつが動画で撮ったらどれぐらいかなと思って作ったのが、その最初のオイラーの公式を理解しようシリーズ1から10まで、で全部です。で結局やっぱり動画にしたら結局5、6時間かかったわ。でそれが今初期の動画として上げているんですけど、結構今でもじわじわと。それ YouTube に上げようと思ったのかな、思ったのは、なんかそういった動画を投稿できるっていうのが YouTube としてあるっていうのはなんとなく、はいはい、息子の友達がなんかその動画を上げるようなことやってて、何、はいはい、でそんなことしてんのって言ったら、そうやって動画を上げることができるんだよって聞いたことがあったんで、じゃあやってみようかなと思ってやったら、まあなんとか。で、それはもう10本撮ったら、はい、でもそのまま何もしなかった。別にその、どんどん投稿して収益化しようとか、そういうの全く、そもそも収益化っていうシステムも知らなかったし、はい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 、チャンネル登録っていうシステムも知らなかったんで。ただとりあえず。とりあえず撮ってあげたっていう、はい。で、しばらく放っといたら、なんか、チャンネル登録っていうのには、なんか1人とか2人とかで増えて、はいはい、あ、なんだこれと、はいはいはい。で、まあ再生数が、1万回超えるとなんか収益化されるらしいよっていう知り合いのママ友に聞いて、はい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 、その頃はまだ、はい、あの登録者とか関係なくて1万再生されたらその個人のチャンネルが収益化されるよって聞いて、 あそうだったんだと思って、でじゃあ、それにはなんかもう少し動画を上げればいいらしいっていうことで、はいはいはい、でその後ゼロの会場ってことです、はい、会場聞いたことです。3の会場は3の会場、うん、いつですか、誰ですか、3の会場ですね、3の会場この間誰が数学 YouTuber 呼んでバカにしたでしょ、3の会場いくつですか、これ何ですか、びっくりマークですか、びっくりマーク、びっくりマークって何ですか、びっくりマークは順番にかけるって意味で、3は 3×2、 あ、はいはい、これはさすがに倍の数、そうそうそう、はいはいはい、いくつですか、3の会場、倍の6、6ですね、はい、で4の会場、4の会場だったらは24ですね。でそこで0の会場はっていう動画を上げたんです、ゼロの会場ですか、ゼロの会場ってあるんですか、まあ、そもそもだからそうですね、あのゼロの会場は別に定義しなくていいはずの数ですね、別にだってある数から順番に1までかけるっていうのが会場の本来の意味だったら、もうそもそもゴールを通り越したゼロからかけ始める必要はないんで、ゼロの会場はまあそもそも定義はしなくていいのをやっぱり定義したくなっちゃう気分になるんですよ、数学で定義しました、だから定義だから別にいくつにと定義してもいいんですよ、はいはい、例えばいくつか言うとさそうですか、ゼロってことで、まあ答えるのが人情ですよね、はいはいはい、別にそれでいいんですけど、ただゼロだといろいろ不都合が生じるから、ゼロの会場は1と定義すると、はい、まあ非常に都合がいいっていう動画を上げたら、それだけでまたバカッとする、はいはい、その時は別にじわじわと、はいはいはい、でそういうのをポツポツ上げていったうちに、京都大学の入試問題の整数のすごい単純な問題を上げたら、はい、突然なんか登録者が1日100人ペースぐらいで増えるようになってきて、あ、そうなんだ、大学入試問題上げると結構反応がいいんだなと思って、じゃそれから毎日投稿するかと決めたのが2018年の4月ぐらい、はい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 、その2018年の4月からよし、じゃあ毎日1日1問は投稿するぞって決めてからは、今に至るまで一応毎日投稿は今でも続いてます、すごいですね。A business pays a catering company $875 for special event. The business decided. Stop. From first. A business pays a catering company $875 for special event. $875 for special event. The business decides to give the catering company a tip of 25%.
How much is the tip? And how much does the business pay in total to the patient company? あー、なんとなく分かった。はい、もう一回言って。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.